ますか？木のところまで後ろに下がって、皆さんで大きな円を作ってください。ありがとうございます。私はジュラシックパークエリアで恐竜の研究や飼育をしているパークレンジャーです。皆さんはもう恐竜には会えましたか？まだ会えてないですか？では恐竜に会いたい人は手を挙げてください。皆さん恐竜に会いたいですよね。実はもうここに恐竜が来ています。どこにいると思いますか？そうです、ここに恐竜の赤ちゃんがいます。赤ちゃんがびっくりしないようにその場で静かに見てあげてください。皆さんごめんなさい。赤ちゃんがびっくりしてしまいます。木のところまで下がって見てあげてくださいね。では開けてみます。この子はトリケラトプスの赤ちゃんです。でも可愛いですよね。後ろの方も大丈夫ですよ。後でゆっくり見ていただきますからね。ではここでクイズです。この赤ちゃんが大人になったらどれくらいの大きさになると思いますか？ありますか？うん、あ、皆さん後ろを見てください。トリケラトプスのママが赤ちゃんと皆さんに挨拶してくれました。開けてあげてください。大丈夫ですよ。被害に加えなければそうそうことはありません。ここにいる皆さんも最初に作った大きな絵を崩さないでください。ママがここにやってきます。広い場所を開けたままにしておいてください。トリケラトプスという名前には3本の角を持った顔という意味があります。あの3本の角で皆さんがよく知っているティラノサウルスやヒノサウルスといった恐ろしい肉食恐竜の攻撃から大切な家族を守ったと言われているんです。でも大丈夫ですよ。トリケラトプスはとっても優しくておとなしい恐竜なんです。このトリケラトプスのママ全長約5メートルなんですが、トリケラトプスは最大で約9メートルまで成長します。ちなみにこの赤ちゃん今は約60センチなんですが、一体何を食べればあんなに大きくなるでしょうか？皆さん、ご飯は何を食べると思いますか？そうです。この葉っぱを食べます。ママの口をよく見てください。鳥のくちばしみたいですよね。トリケラトプスはこの口で木の実や木の葉を摘み取って食べる草食の恐竜なんです。よかったね。ママが会いに来てくれたよ。では今からママにご飯をあげてみたいと思います。ママご飯だよ、ご飯だよ。食べてます。どう？美味しい？あ、そうだ、じゃあせっかくなので皆さんの中でご飯をあげるお手伝いをしてくれる人いますか？お姉さんにしようかな。こっちに来てください。ゆっくりママの近くまで行きましょう。そこびっくりしちゃったみたいです。大丈夫だよ、ママと友達になりましょう。ついてきてね。ママのほっぺ優しく撫でてあげてください。よかったね、仲良くなれたみたいです。ご飯あげてみましょう。ご飯だよ。食べれたな。上手に食べてくれました。皆さんお手伝いしてくれてどうもありがとう。ではここでクイズです。トリケラトプス、どんなに大きな体ですが